はい、今日はですね、最新のディープダウンのビルドでですね、ちょっと皆さんにこう見てもらいながら、ちょっと実際のプレイ画面を見てもらいながら、ちょっといろいろなちょっと話をしていきたいなと思ってるんでね、ちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これディープダウン、2094年のニューヨークからスタートするんですけど、まずその2094年にレイブンズっていうか、その過去の遺産ですよね、遺産っていうか、その過去の彫刻なのかなとか、そういうとこから記憶をミーティングしてですね、でその当時にあった出来事がどうなのかとかっていうのを、まあ、探索していく。探索する場所がこのダンジョン。そうですね、はい、ダンジョンのギミックも、はい、すごい、いろんなものがあると聞いたんですけど、そうですね、今回自動生成なんだけど、いろいろなギミックをこのあるアルゴリズムによって出していくことによって、まあ、攻略性をちょっと増やしていくと、まあ、今はこう火を吹いたりとか槍を吹いたりとかだけなんですけど、はい、マップ自体にもいろいろな仕掛けを含めてですね、そのマップ自体が、あ、この流れで来た場合はこうしなきゃいけないっていうマップの攻略っていうところもだいぶ深くやっていけたらいいなということで今考えています。床が抜けてたら下に落ちちゃうなっていうのもありますね、はい、もうね、落とし穴っていうのはもう本当に、まあ、古代的な一つのギミックなんですけども、あとは壁が何か変わってくるとかですね、まあ、状況がこう移り変わってくるとかっていうものに関してはだいぶ今回入れ込んでいこうと思ってますので、でその中でこう新しい道を見つけたいとか、もしくは新しい、記憶をそこで取ってみるとかっていうのが、隠されてるものをこう見つけるっていう楽しいのを入れてますので、ちょっとマップ自体でも遊んでみてもらいたいなと思います。この映像とか見てもその装備の何ですかね、質感っていうのがすごいと思うんですけど、この今回皆さんこう大体こうこの手のゲームでとかアクション系やってるのを見た時って、まあ、物がちょっと欠けたりとか、まあ、もしくはこう装備が取れたりとかっていうのがあると思うんですけど、今回装備自体が劣化していくんですよね、まあ、錆びたりとか、まあ、もしくはちょっとこうくすんでくるとか、まあ、銀とかだったらちょっとコケっぽく見えるとか、まあ、そういった部分がこう使ってるうちとか、もしくは男女でこういうことがあったら変わってくるとか、でそれに応じてもちろんアビリティもそれで変わってくるとかっていうものを、まあ、用意していますので、まあ、グラフィック その装備品の状況っていうのもプレステ4ならではの描画で見て目でキャッチアップして、あ、この状態だったらちょっとこれではまずいとか、まあ、この状態ならまだいけるとかっていうのがグラフィックからも分かるような状態で今見えています。まあ、そこまで今作り込まれていて、はい、でまあ、現状で今一番好きなポイントとかシーンっていうのはございますか？ポイントっていうか、その一点ってどこだったら、やっぱマルチっていうところは早くちょっと皆さんにこう触っていただける機会を用意して、でそのレイブンズの一員となって、まあ子としてどう持っていくか、子としてどうここで生きていくかっていうところにもやっぱ我々はちょっと力を入れてるので、あ、なるほど、ディープダウンってこのアクションだけではなくって、やっぱこのマルチで戦うところの楽しさっていうのがあるんだなっていうところをちょっとぜひ感じてもらえる機会を早めに作っていきたいなと思ってます。はい、昨年の2月のニューヨークで、発表させていただいてですね、もう早1年経ちました。で去年の9月のゲームショーでもプレイアブルさせていただいたんですけど、まだなのかと、実は全然できてないんじゃないのかとか、いろいろなこの声を、いろんな掲示板で見てます、いろんなこう文句も読んでます、その部分も皆さんに、ああだからこれだけ時間かけたのねっていうのが分かるようなものを今誠意努力で作っています。で皆さんにはなるべく早い時期にベータサービスだったりとか、あとはさっき言ったマルチのところを触っていただける機会を用意していきたいなと思ってますので、このディープダウン、ぜひともこのプレイステーション4で、楽しんでいただけるように、今誠意制作中ですのでお待ちください、なるべく早く皆さんに次の情報を出したいと思ってます。プレイステーション